私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の町。6時だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。じゃじゃーん、今日はこの坂本比叡山の、これ京阪坂本駅かな、分かった、 JR? JR ですね。あ、じゃあ早速足としてもだけど、近辺をゴミ拾いして歩こう思てんで。このコーナーは安野おっさんが滋賀県を巡りながらゲストとお話しするゴミ拾いトークショーです。今日は格闘家の新之助選手と一緒やで。お願いします。ああ頑張って一緒にちょっとゴミ拾ってくれるって言うから、はい、お願いします。お願いしますよね。じゃあちょっと行こうか。しのすけちゃん、あれかな、やっぱり普段アンギャでずっとやってる時やったら、あのパパッと挟めてたやつがやっぱシーズンオフ、オフシーズンこうなるとやっぱり、ね、気持ちが入ってないですかね。ああ、なかなかなんていうか、こうオフシーズンってやっぱそうあるな、わしらやっぱりアスリート同士通じるもんあるから、うん、ちょっと今減量もしてへんし、わし。減量してたら、今何キロあるんですか。今ちょっと分からへんけども、あのアンギャ回ってる時はもうパッキパキやから、ね、わしパッキパキやから、ね、もうで隠れてるだけ。もうで隠れて、もう今もあの8パックぐらい出てるから、うんうん、パッキパキ、メーター取れる。もう羽二頭筋もすごいから、ね、よいしょ、こらせ、よいしょ。あーちょっとアンギャパキパキにいってる時だったら今スッと通れたのにな、ちょっとウェイトオーバーやな。ヤスのおっさんとゴミを拾おう。ちょこちょこゴミ拾っていたけど、やっぱりこれな、坂本さんの門前町やさか、皆さん綺麗にしてはんやろな。綺麗ですね。確か道路もなんか広くなるみたいな。そう、この間ほらある人にゴミ拾いしたな、はい、あの会社の社長さん言ってたんやけどな、はい、だからゴミを拾う側に回ったら捨てへん。ああ、だからゴミ拾うっていう、ええこと言わはんな、ね、真面目なこと嫌いやろ、うん、なんか真面目なことすごい反応悪いで、真面目なこと嫌いやろ、なんかどつくことか真面目なこと、あの面白いことしか嫌やろ。いやいや、ま、真面目な時ってあんま反応しなくないですか。そうか、はは、授業中とか寝てた口やな。ところで滋賀の格闘技界ってどうなの。これから盛り上がっていくかなっていう。ああ、まあ、篠介ちゃんがな、こうだって世界で活躍してくれたら、そうです、篠介杯みたいなやつも、あ、篠介、篠介杯もね、いずれ、ああ、よかったわしが初代暫定チャンピオンになってあげてもいいし。何級ですかね。何級か分からんけど、とりあえずベルトの穴めっちゃ開けなあかんと思うよ。だから他の人がゆるゆるなってくると思うから、この辺の問題があるな。攻撃は何かな。あのキックとか、キックはできる。羽で風を起こしたりとか、いろいろできるよ。ヤスのおっさんとゴミを拾おう。坂本六丁目の少年少女たちよ。こんにちは。よう声出てんな。合唱部か。よう声通るな。ほんま、ありがとう。よう、お姉ちゃんものすごい声よう出てるね。やばい。こんにちは。バーコード触るか、バーコード触っていただき。ちょっと待って、わしよりすごい頭の子おるやん。すげえすげえすげえ。今日な、あのゴミ拾いで歩いてね。
ゴミ拾って、家族に言うといて、なんて言うの、誰と会うたの、安野さん、どうやったって言う、安野さんどうやったって聞かれたら、お兄ちゃんに行きましょう、え、あの、ガイモーの触れた、あ、よくよくよく、すげえ、すげえ、えー、すごい、イケメンやったって言うといてな、イケメンやった、思ったよりイケメンやったって、ありがとうね、バイバイ、春休みまで頑張って、春休みの方が地獄なんだ、なんでな、宿題テストがあんの、ほんま頑張りや、だいぶあったかなってきたし、習字返してもうた、あちゃんほか、ええか、考えた、あ、ほんま考えてるときお腹すいたやろ、いや、そういうハンガーやないよね、ごめんごめん、ちょっとまだ英語言うちゃった、ごめんごめん、こっちのお兄ちゃんあれやで、キャッチレスリングの日本代表やで、どういうこと、あのね、格闘家、総合格闘家、すごい、うん、かっこええやろ、あ、おばあちゃんこんにちは、こんにちは、どうも、はい、かまへんよかまへんよ、お母さん、あの、おいくつ、ご達者やね、93、全然見えへんわ、72ぐらいかと思ってた、いや、私は70やの、え、お二人とも親子、あ、もう遺伝子なんやな、いや素敵、うん、ありがとうね、おおきに、優しいに触ってや、記憶がなくなるからかわいい、ほんまありがとうな、かわいい、みんな家今から帰って何宿題すんの、宿題する、偉いな、この辺りの子、あ、お腹、うん、お腹あんまり押したらお昼ご飯出てくるから入っちゃう、ありがとう、ありがとうね、あ、ちょっと海外遠征行くぐらいの声援いただいた、バイビー、よっこいしょ、よいしょ、よいしょと、はいはい、ちゃ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 、ゴミよいしょ、安野おっさんおにぎり食堂についにすじこが登場、厳選された紅鮭の卵を使用した濃厚な味わい、食べに来てね、今日のエンディングはこちら、見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。